ちょっとショットガン強そうだから取っとこうか。リローダー大丈夫だよね。だからあそこで光ってるな。びっくりする系はそんなにないのかな？よいしょ。あれに行けって言ってますけど、あそこに光ってるコーヒーポットがあるんで、とりあえずいただいておきましょう。私みたいな主人公ですね。もうコーヒーないと生きられないみたいな。大丈夫か？大丈夫の模様でございます。なんかボスでも出てくるかなと思ったんだけど。で、これをユーズする。はい。ムーブログリフトだって。これで動かすの？ああ、これで動かすのね。で、どうすんの？なになになに、どうしろっつうの？あ、なんか動いてるよ。だいぶ。これ、こうしろって？あ、なんか、伝っていけっていう感じかな、これ。とりあえずこれでやってみましょうか。で、どこのログを動かしたのかがさっぱりわからない。あ、これを動かしたのね。了解了解。あ、なるほど。さっきの矢印はこれを教えてくれてんのかな。あれ？違うところ？ごめんね、理解力なくて。なんか、上に光、あ、月ね。月ね。了解了解。別にこっから飛び移っていくとかいうのもないですよね。さっきそこ見たんでもいいはず。これでいいのかな、本当に。ジャーンプ。なんか光ってない？あれは違うか。OKOKOK。こういうことでしょう、多分。ですよね。今何分撮ってるのかもよくわかんないけど。また水差し？これ。また水差しだね。いやー、怖い。何かなっと。なんかアイテムあるのかな？キラキラ光ってない？これは拳銃の弾？じゃない。なんか、缶詰が並んでおります。さて、チェックポイントに着いた。ガスステーションまだみたいですけど。いやー、出てきそう。これ、いやー、なんか光ってるぞ、あそこにも。なんかあそこにあれがある。ん？あそこにあれがある。ここにもマークがある。あの、ちょっと小屋すっ飛ばしてこっち見ましょうか。お、これはチェストマークじゃないの？あった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 。これ、なんか刺してるんですね、これをね。はいよ。フレアガン。よし。2発になったぞ。こういうのは取っておいて後で使う時が来るはず。よし。ん？なんだこれ。あ、別に、ただの木株のあれか。光の反射ですね。あと、ここに、ショットガンアーモ。いいねー。ラジオ？ターンオン。ターンオン。外に出てね、新鮮な空気を吸ってたと。なんて夜なんだってて。外に出てね、空気を思いっきり吸い込んでみてくれってて。空は星空、満面の星空だって。ナイトオール。何の話をしてんだろう。なんか、何か夜散歩してるお話？モーリス？トニーとトーキーで話してるって。まあいいや、とりあえず先進みましょう。なんか話聞いててもしょうがないと思って。なんか関係あんのかな。また原稿だ。はいよ。ウェイク・ファインズ・ザ・ページ。鳥出てこなかったよ、でもね。鳥に攻撃されると思ったんだけど。じゃあ、小説とはまた違った展開になるのかな？ページを見つける。At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy, or an act of creation that had rewritten the world. なんかページ began to を事故、なんかね、偶然見つけたっ hold the て、pages そのas 本のは覚えてないけ With どっit, I could て、save 怖かったの myself. は With it, 分かっI could てるっ save て。ours. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. なんだろう。そのミステリーに対する答えがね、
なんて言うんだろう、その本のページに入ってるようだったけど、それがあれば自分を救える、うん、それがあればね、アリスも救えるみたいな感じだと思いますが、じゃあこのページのことを言ってるんですね。あそこが光ってる、あれがガスステーション、光が微妙でよくわからないけど。さて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 、ちょっと休養が入っちゃってね、一回やめなきゃいけなかったんですが、これは戻された系だね多分ね。ここ取ってあんのかな、アイテム38発あるから多分大丈夫だと思うけど、なんかコヒューコヒューって音は聞こえるんだけど、これは大丈夫なのかな。まだ拾ってない系これ。あ、拾ってねえ系だ。ここも開けといてよかった。よし、フレアガン、フレアガン強いよね。リロードウェポン、よし。ちゅうことで、ちょっと戻されたのかなこれ多分。まあいいや、とりあえずやっていきます。これ拾ったんだっけ、スクリプトページ拾う、これ何これ、どれこれ、どれだろう。Wake, rise to sheriff. これも訳したっけ? The captain called the lake, she asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. あ、これ順番ずつになってんだ。I would probably never have gotten out of the woods alive without her. なんかね、シェリフが来て、自分を疑いの目で見ていると。なんていうのかな、早朝のね、光が、オフィスのウィンドウ、オフィスの窓から降り注いでいるとね。I would probably never have gotten out of the wood alive without her help. シェリフはね、多分保安官の人、女性なんでしょうね。保安官の、助けがなければ、暗い森からね、生きて出ることなどできなかっただろうと。で、But I couldn't tell her the truth、of what I would face the previous night と。昨夜ね、自分が対面したこと。の真についてのね、真実を彼女にね、語ることはできなかったってね、いう感じですけれども、彼女ね、その保安官は、自分が嘘をついてるかクレイジーになってしまったと思うであろうと、でそれで She would lock me up、これね、監獄に入れるって意味ですね。まあ捕まっちゃうってこと。あー、なるほど。で She wouldn't help me find Alice と、アリスをね、助けてことなど、手伝ってくれることなどね、することもなくなるだろうって。だから嘘ついたっ っていうか真実は話せなかったってことを言ってるんですね。あとは何、テレビインザガスステーションのこれ読んだ。 I stepped into the gas station's garage. こんなのね、なんか英語の勉強してるみたいですね。OK、I stepped into the gas station's garage と、グラージって発音しますけど、ガソリンスタンドのね、ガレージに入ったら、真っ暗で静かだったと。ガソリンスタンドのガレージは、荒らされていてね、誰かが戦ったよう、なんか誰かが喧嘩したような騒ぎがあったような跡があったと。Some kind of fight ね、そうですね。Light spilled into the room through the open door at the back。後ろのね、開いたドアから光が差し込めていたと。で、そっちの方に向かっていく、自分はね、向かっていったんだって。で、without any warning と、警告なしにね、I was blinded by the bright light と、すごい明るい光に目がくらんだと。アンオールポータブル TV のシェフと、棚の上にあるね、ポータブルテレビのテレビがね、自動勝手について、不可能だと思ったが、I could see myself on the screen と、ね、画面上に自分の姿が映し出されているのを見たと。で、トーキングライカ・マッマンと、まあ、キチガイのように、まあ、怒り狂った男のように話しているのが、自分がね、自分の姿がテレビに映し出されただって。怖いね。怖いね。これは読んだよね。なんか、新、ニューって出ないんだね。出たような気がするんだけど。オッケー。ちゅうことで、すいません。なんか英語の授業みたいになって。ちょっともうちょっとお付き合いください。The gas station was closer now. と。なるほど。なんだ?あー、なるほどね。これさっきも聞いたっけ?
はい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 、これドッグっていうのはこれホットドッグのことですね。犬だと思ったら誰かが作るホットドッグは一番だって言って、なんかそのホットドッグについて喋ってますけど、これ多分スタッキーで、ガステーションはずクローサーナウってガステーションに近づいてきたけど、あ、コーヒーボット、ありがとう。はい、見てよかった。うん、近づいてきたけど、あのそのね、ガステーションの明かりがなんか温かみを感じるみたいな感じですね。まあ安心させるってことでしょうね。歓迎してるように見えたって言ってますけど、めっちゃ怖いよここ、うん、絶対出てくるでしょ、これは怖いぞ。音楽が変わったぞ、音楽が変わったぞ。どっから来る、どっから来る、なに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 、すっごい怖いんだけどなんかこれ霧の音なのかな、なんか、なに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 、ちょっと後ろも怖い、後ろも怖い、後ろも怖い、ちょっと後ろが怖いよ、後ろが、よいしょ、避ける、はい、いいよ、ちょっと後ろ、やっぱすみませんか、リロード、なんか投げてきたぞ、避ける、照らす、こっちも照らす、近づくなよ、ちょっとやめろよ、やめろよ、あー危ない危ない危ないかっこいい、あいた、ちょっと早すぎだから足あんたら、ちょっと無駄玉に使うとねもったいないんで、しっかりと、あれバッテリーがないって、ほら、あ、もう大丈夫、やめ払ったみたいですね。オッケー、いやー怖かった、音楽がいいですね本当。まだ来んじゃないの、音楽が変わってないぞ、なんだまた来んのかお前、ちょっと待ち、危ない危ない、なんか投げてくるようになったね、まだいるまだいるまだいる、よし、ちょっとさっと避けてほらほらほら、さっと避け、あ、いたい、ちょっとやめろ卑怯なやつ、ませる、避ける、ちょっと待って待って、危ない危ない危ない、ちょっとひるませないとね、多分これ闇が取り払ってないと、危ない、闇がね取り払ってないと多分効かないんですよ弾が。でもひるませないと、ほらほら、闇がなくなりゃ怖くねえんだよお前なんて。よし、とりあえずバッテリーは大丈夫みたいですけど、怖いなー、20発になっちゃったよ。はい、スタート、もう来ないでしょさすがに、4匹倒せば OK、 明るくなった、セーフヘブンでしょこれ、あ、セーフヘブンって書いてあるねOK、 よし、あーなんか背筋がビクビクってなりますね、いいですねこの感じで。こっち側にはな、ちょっと待て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 、ちょっと待ちたまえ待ちたまえ、何人出てくるのお前ら、ちょっとセーフヘブンに入ってみようか、やめろよ、よし、セーフヘブン、セーフヘブン、セーフヘブン、助けて、おお、去っていった、でまた出てくるの、どこだよ、どこ行ったんだよやつら、いやこんなとこ、ない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 、ちょ怖いんだけど動きが取れない、やめろよ、もう先に行くわ俺、あ、いる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 、てかツーマンセルやめろよ、卑怯だよ後ろからも怖いんじゃないの、ちょっと、あ、後ろにいる、ちょやめろよやめろよ、あ、光に入ると消えちゃうんだ、でもまだ出てくるよ絶対、戦闘にも慣れていかないとね、どこ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 、無限に出てくるのかな、危ない、なあ、痛い、た後ろからも来やがる、なんだこいつら、よし、危ない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 、ちょっとリロード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 、早く早く早く、よし、ほら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 、あ、闇取っ払ってないんだまだ、無駄玉使いすぎ、よし、やばいなこれ、こんな戦闘続くと思わなかったな、体力は光の中入んないと回復しないのかな、何セーフウェーブンが向こうにあるって、ちょっとやばい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 、ちょっとこれ使うか、あ、いったー、ちょっともう卑怯だっつうのお前は、あー使わなきゃよかったかな、よし、ほらほら、まだ出てくんの、ちょっとどこ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 、なんか今ブワーンってなったよ、
どこ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 にいんの。めっちゃ怖いんだけど。ちょっとやめてちょうだい。なんかあそこにある。てかなんか音がするんですよ近くで。カサ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 。いないのかな。あ、いないみたい。いないみたいだね。あれは何、あれ原稿か。でちょっと待ってちょっと待って、ちょっと読む前にこっちにさ、なんかあったよね、書いてあったよね。あれどこだっけ。音楽がいい、素晴らしいですね。よくできてるわ。なんかこっち側に あるって言ってなかった。いや弾が、マジでやばい感じですけど、どこだろう。セーフウェブン、あれのことは言ってるだけ。こっちから行けんのかな。失礼しまーす。セーフウェブン、あーよかった。じゃあとりあえず読もっか。どれ。あ、バリーの到着って読んだ。Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Alan. ああ、なるほどね。アラン・ウェイクとアリスのね、電話のがね、無視された後、もう慌てて飛行機に乗ったって。うん。Barry had years of experience. セイはボストンのセコンドハネムーン。He couldn't ignore it. He couldn't ignore it. ああ、なるほどね。アランとね、アリスが2回目のハネムーンみたいなね、旅行に出かけてるっていう。ことだっていうのね。だけどバリーは didn't buy it。 あーなんか気に入らなかったってことかな。 had way too unstable for that no sleeping mess up。 あーなるほどね、心配だったってことですね。 I didn't、 あーそう、バリーが didn't buy it っていうのは気が乗らなかったってことでしょうね。なぜかっていうとアランがね、とても不安定な状態だからだって言ってますね。寝てもいないし、いろいろごちゃごちゃもうめちゃくちゃだし、生活はね。なるほどね。バリーは had years of experience dealing with the Alan Wake と。アラン・ウェイクと、一緒に、仕事をしてたってことでしょうね。で、he couldn't ignore it。 無視できなかった。something was wrong。 なるほど。何かまずいことが起きてる。何か起こったということに気づいてすぐ飛び乗ったってことでしょうね。これなのかな。このハテナマークがついてるのはまだ見てないってこと。うん、スタッキーがやってたことですね。ガレージフロア、あ、また出てくるのかな、ガレージで。A feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across. まあいいや、とりあえずこれはスタッキーがいろいろガソリンスタンドのガレージ周辺でやってることをダラダラ書いてるわけですね。じゃあまた出てくるんでしょうな。ちょっとこの音楽はすごいね、ほんと。しびれちゃうわ。はいよ。リボルバーアーム。はいよ。やっと20発か。これきついぞ、結構。敵がワンチャー出てくるとすぐたまらなくなっちゃうな。逃げた方がいいんですかね。いやー出てきそう。あ、なんか出てる。マーク。マーク？出てくんだろ、これ。また。これはなん、こっち行けって？また矢印。で、ここになんかまたマークあり。こっち行けって。どこどこどこ？あ、あった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 。よし。何このフワーンって音は。また出てきた？また出てきてない。よしよし。いやそれよりもさ、フレアガンよりも普通のハンドガンのアーモが欲しいんだけど、ダメかな。ここは行き止まりなのかな。材木、資材置き場みたいな場所に繋がってるってこと。木を切るなんか一体みたいですね、ここはね。おお、なんだなんだ、ビビらせんの。え、何、サラダには触ってなかったけど、俺みたいな男はヘフティーってなんだろう。なんかど、なんかの食材が必要なんだって。そういう、多分サラダが必要ってこと。ちょっと分かんない単語があって、ちょっと何とも言えないですけどビビらせんなよ。なになになに、またカラス。カラスなのあれ。なんか違う鳥に見えるんだけど。トラックの注意マーク。
こういうのも動かしてビビらせてくるわけですね。なるほどなるほど。こういうの運転できると心強いんですけどね。あれはカラスじゃないよね多分ね。来た来たぞ。2人か3人か。3人はまずいな。ちょっとこれで片付ける。はい、よーし、瞬殺だ。もうロックバスター並みですねこれ。こういうの取っとけって、取っとけって話ですか。ちょっとアイテム落とさないからさあんまり構ってても意味がないんだよね彼らに。いやーなんかちょっと怖いですね。いい感じです。ちょっと待って、手紙を拾う前にここを見よう。失礼しまーす。あ、テレビあるよ。テレビがあるよ。自分の姿が映るってやつ。あ、あれガステーションか。ショットガン、あ、ショットガンもあるんだね。8発しかないのも辛いけど。リチウムバッテリー、あ、リチウムバッテリーは20、あ、バッテリーは20個しか持てないんだ。ふむ、あとは特に何もないのかな。なんか特にもうテレビしかないですね。テレビつける。なんだ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 、科学。うん、これ普通の番組みたいですね。ニュートン、アインシュタイン、サーガン、セーガンかな、わかんない、誰かわかんないけど。ナイトスプリングズっていうなんか科学チャンネル、ディスカバリーチャンネルみたいな感じ。うん、クォンタムスーサイド。 If our lives are already written。 あー、まあなんかテレビ番組みたいですね。普通に別に物語に関係ないのかな。ラジオとかもね、どこまで関係あるのかもちょっとよくわかんないですけども。出てきそう。また失礼しまーす。で、私開けなきゃ。あ、開けたよね。オッケーオッケー。怖いな結構。よし、スクリプト